願いします。素敵なものをこちら後方にご用意させていただきました。お二人ずつペアになって、大体見えてた最初からあったから、大体分かってたんだ。なんすかこれ、なんすかこれ、おお、あら、はい、ということでこちらにはランニングマシンをお一人一台ずつご用意させていただきました。これ嫌な予感しかしませんね。これ2000メートルを力合わせて走っていただきたいと思います、うん、素敵な企画ですね。さあそれではスタンバイをお願いいたします。無理やりだな、毎日納得できないけど。さあ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 、誰が見たかと思うんだ。一人一台はいはい、まだ100メートルしか走ってませんよ。なんなの。さあ走りながらお話伺ってまいりましょう。では桐生院さん、はい、ストライドの噛み心地いかがですか。噛み心地、あのもう止まらん止まらん、なんかあの長い、なんかフルマラソンみたいな、なんだろうな、暑い、長、はい、長い長い感じですね。ちょっと待って、早い早い、桐生院さんが勝手にいじってるの俺の。待って待って、あれマイク、はい、ちょっとキャンさん、キャンさん、もうキャンさんは魅力アピールして、魅力ついよ、結構きつい、完走です。マイクもぶっ壊して看板もぶっ壊して何やってんだよお前が上げるすぎなんだよ、上げすぎなの。わ、汗びっしょりじゃねえかよ皆さん大丈夫ですか。今16キロで走ってたからね今俺。わあすごいスピードいいよ、いい汗かいてるよ、いい汗かいてるよ、これ笑顔でね、よろしいでしょうか。ちょうどメイクが剥げ始めた頃ですね。なかなかこんな汗だくのメンバーを見ることもないかと思いますが、皆さんもよろしいでしょうか。ちょっと今日声ちょっと抑え気味ですけど、申し訳ないです、はい、いかがですか。もっと晴れよ晴れよ。お医者さんがね、大きい声は今のところちょっとお休み。言わないから試しに出してみたいな、今月いっぱいはちょっと大きい声やめとこうみたいな感じでございますので、とってもうまくやってくれて、経過はとっても良いですので、あのもう来月からはもう元気に大声も歌もやっていきますので、よろしくお願いします。蒸気を当てるとか薬を飲むとかいろいろあるんですけども、とにかくもう外に出ないっていうのが、人と会うと喋っちゃうんで、うっかりずっと引きこもってますね。何もしてないです。部屋ではどんなことしてるんですか。まあ、主に AV ですね使えないですか、使えますか。ちょっと使えないんじゃないかな私はこれはもう社会システムですもん。元気よく桐生さん、元気よくストライドって言ってやってよ全国に届く声でストライドありがとうございます決まった。